5月6日の宇野塾通信をお送りしていますゾッとするような偶然の事故が示す今日のデジタルインフラの脆弱性今日2日目ですインターネットを悪意ある攻撃から守るにはこうするコンピューターの背面にはたくさんのケーブルが通っているそのうちの1本がヘビこれヘビになってますねバックドアを仕掛けたのは2年以上にわたって有益な貢献をして他のコーダーの信頼を 勝ち得てきた匿名の貢献者であるその忍耐強さと勤勉さは国家情報機関の足跡があるこのような大規模なサプライチェーン攻撃は個々のデバイスやネットワークだけではなくそれらが依存する基盤となるソフトウェアやハードウェアを標的とするもので頻度が高まっている2019年から20年にかけてロシアの対河情報機関である SVR はソーラーウィンズ オオリオンと呼ばれるネットワーク管理プラットフォームを侵害することでアメリカ政府のネットワークに侵入したさらに最近では中国の国家発官がシシコのルーターのファームウェアを変更しアメリカと日本の経済商業軍事ターゲットにアクセスしたインターネットは XG ユーティリズバックドアのような仕組みに対して本質的に脆弱であるウィキペディアのように誰でも変更を提案することができる オープンソースのコードを管理する人々はしばしば予感を利用している安全な中心に広く使われているツールであるオープン SSL に致命的な脆弱性が発見された後の2024年の見出しはわずか2000ドルの予算でこの状況の不合理さを表現しているインターネットはスティーブという名の2人の男によって守られているということでえ今日2日目ですがあのバックドーを仕掛けたのはなんと あの貢献してきたあの貢献者がいてそれはどうも国家情報機関の人間のようだということですね。でそういうことを考えてみると今まで2019年か2020年にかけてロシアがですね、SBR 長期間 SBR がアメリカのプラットフォームに侵入してきたりですね。それから中国のハッカーがシスコのルーターに入ってきたりしてるんですね。でこういうような バックドアの仕組み上げ実際には脆弱であの、まあ、こうしたオープンソースコードの管理する人はあのプライベートでわずかな2,000ドルという予算で今まで管理してきたってことはとんでもないことだということをここでは言ってるんですね。